Amazon で398円で買ったセットを今日も使います。今回はピットの章の 3.8 と刻印された方を使っていきます。はい、カセットを開きました。台所用のクレンザーと粗めのスポンジで端子部分を磨きます。スポンジには水を染み込ませているので、電子部品が濡れないように立ててこすります。上下にこすっていきます。横にこすると引っかかります。水気を拭き取ります。